農林水産省経営局長賞、岡山県立工業高等学校とのあなたは慶応義塾大学 SFC 研究所アグリプラットフォームコンソーシアム主催の第4回全国農業高校農業大学校ホームページコンテストにおいて特に優秀と認められたのでこれを表します。令和2年3月25日農林水産省経営局長横山真、おめでとうございます。はい、ホームページとしてはですね、まず学校で YouTube チャンネルを持っていると、それがものすごく面白いなという話をしておりました。もちろん文化祭の紹介などももちろんなんですけれども、世界ランテンの、できた作品のご紹介をされていたりだったり、そういったところも素晴らしいなということを話しておりました。でもう一点としてはですね、ホームページコンテストの点数ホームページコンテストの、ポイントの一つになっているその ICT 技術をいかにこう活用しているかというところのポイントで、実はですね、こういう高校様1番を獲得されております。他の学校の中でも取り組んでいるところもあるかと思うんですけれども、ドローンの取り組みのみならずですね、リモートセンシングの取り組みだったり、環境制御システムのハウス実験をされていたりとか、あとクラウドを利用したハウスのモニタリングを行うなど、他の農業高校様よりも先駆けてですね、ICT の取り組みをされているというところが評価のポイントとなっております。で、農林水産省でもですね、このスマート農業というのは先進的に取り込もうということでやっているので、他県でこのような取り組みをしていただき大変ありがたく思っております。で、それに関連してといってはあれなんですけれども、副賞として工夫を凝らしてですね、スマート農業に関する、イベントの出場権、これちょっとバクッとしていてよくわからないかもしれないんですけれどもスマート農業に関するイベントを一つ企画しようとしておりまして、はい、そちらにこうぜひ出場していただきたいなと、はい、あとそのスマート農業 の, 教材をですね、来年度作る予定がありまして、はい、そこの教材にぜひ工業高校さんが出ていただいてですね、他の学校様のこうお手本になるような形で出演いただきたいなということを考えておりますので、ぜひご相談させていただければと思います。おめでとうございます。